がですね、ちょっとね、紹介したい、皆様に見てほしい水槽はちょっとこちらの水槽ですね。他の周りの水槽に比べてちょっとね、深めの水槽でいろんな魚が入ったり、結構馴染みのある魚がいたり、綺麗な魚がいたりするんですけど、魚もそうなんですけど、見てほしいのは吊り下がってるこの網網に入ったいわゆる貝ですね。二枚貝というね、もうパタンと閉じるようなタイプの貝なんですけど、この貝はですね、名前をアコヤ貝という名前の貝なんですね。アコヤ貝ですね、言ってしまえば真珠を養殖するために管理されている、飼われている貝なんですね。四国でいうとですね、愛媛県の宇和島なんかを中心にですね、真珠の養殖がすごい盛んで、とてもよく使われている、そんな貝なんですね。で、今回ネットがですね、数えてみると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚、上からね、ダラーンと吊り下がって、で、その中にですね、貝がそれぞれ1,2,3,4,5,6段で3枚から4枚ずつね、入っているんですけども、実はこのね、水槽のネットの吊るし方、そしてこのアコヤ貝1枚1枚の並べ方ですね、これはですね、実際に愛媛県の宇和島で養殖されているものと全く同じ方法で展示をしているんですね。普段ですね、アコヤ貝の養殖というとですね、海にボールですね、浮き、ブイを浮かべて、それにロープを張って、このネットを海中にバーンとね、吊り下げているだけなんですけども、これをですね、水中、まあ、真横から見るとこのような感じに、ね、なっているんですよということを、ね、皆さんに見ていただきたいなと思ってね、こういった展示の手法をとっております。側死というものを出して物にひっつく習性があるんですね。なんでひっつくと貝自体もね、落ち着くのか安定したりするんですけども、まあ、このネットの中でね、この網網の部分に側死でひっつくっていうのはなかなか難しいものなので、実はですね、側死が出る部分を貝と貝合わせて貝同士がひっつく、くっつくようなね、並べ方をしているので、このように岩や、まあ、そういったもの、海藻なんかがなくてもですね、この貝同士がひっついて安定して育成することができる、そんなね、並べ方をしているんですね。なので実際ですね、この四国水族館を訪れた方ですね、よかったらこの人魚の涙の毛というタイトルの水槽なんですけども、これを見た時にですね、アコヤ貝、こんな風な並べ方、そしてこのような状態からですね、真珠が作られているんだよということもね、よかったらね、知ってもらいたいなと思います。さらに関しては、今貝について説明したんですけども、真珠を作りたら水槽がちゃんとありまして、真珠はですね、このアコヤ貝の中にということでですね、ちょっとね、長々とね、まくし立てるように喋ってしまったんですけども、私のですね、この人魚の涙に対する思い伝わったでございましょうか。もしね、来られた方もですね、飼育員ですね、水槽の周りいろいろね、管理でね、歩いたりしてると思うので、このね、もちろん人魚の涙以外にも他に気になる水槽があればですね、よかったら声かけてもらえればと思います。ということで、ちょっとね、短かった、いや長いと感じた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私のおすすめの水槽ですね、この辺りでお話を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。